ひなチャンネル。今日は早々のフリーレン、おは感想会ね。実は前回の最後のエピソード、魂の眠る地は原作では魔王城が登場したシーンで終わってたんだよね。アイゼンはフリーレンのこと、そいつは良い師匠だとフェルンに話し、そうですねと共感した場面は原作2巻の100分の1のエピソードに含まれていたんだ。あれ、なんでサブタイ出てこなかったんだろう。アニメでは第2話もサブタイが違ったんだけど、あの回と同じようにフリーレンとフェルンの関係を強調したかったんじゃないかな。原作のこのエピソードは残り2ページ半で終わるシーンだったのに、少し前のたった10年の冒険だよで終わらせたのは、アイゼンのその100分の1がお前を変えたんだ、このセリフを言う前に終わらせたかったってことなの。なんでそんなことを思わせたかったのさ。アイゼンのセリフが出てくると、たった10年の冒険でフリーレンは変化したことがこのエピソードで伝えたいことになるんだ。100分の1にも満たないって言ってたフリーレン寂しい顔するね。言いながら寂しかったんやろな。そしてエピソードたった10年で終わらせることで、視聴者側がこれからどれだけ長い旅が続いていくんだと受け取ってもらうことが目的ではないのかなと思ってる。あくまでもフリーレンとフェルンの関係がこれからも続いていくんだと言いたかったわけか。だからこそ今週の始まりがフリーレンとフェルンの会話で始まり、私の人生の2分の1ですからと伝えることで、前回に続きフリーレンとフェルンの関係、この2人を見てくれということを言いたかったんじゃないのかな。フェルンはあなたにとってはわずかな時間かもしれませんが、こんな言葉を心の中で思っていたのかもしれないよね。フリーレンが伝えた、これからもっと多くなるよ、この意味はフェルンの寿命が来るまで一緒にいるよ、または魔王城まではまだ時間がかかるよという意味なのか、真相はわからないけど、私はすぐにどこかには行かないよということを言いたかったんじゃないのかな。だからこそ原作サブタイである100分の1を出さずにこのエピソードを終わらせたかったのじゃないのかなと思うんだよね。考えすぎでしょ、残り時間の調整で入れただけよ。そうかもしれんけど、そう言われるとどうしようもないわ。そして原作第9話死者の幻影に入ったね。なんかね、このエピソードはもし自分だったらと考えたら本当に悲しい話なんだよ。最初はハイターとフェルンのやりとりから始まり、私が悪い子になれば化けて出てきてくれるのですか、あなたがいい子でいたら少し暗いなら化けて出てあげてもいいかもしれません。フェルンはハイターが亡くなってしまう覚悟とともに、それでもハイターと会いたいという気持ちを言葉にしたんだよね。このやりとりだけでもフェルンがどれだけハイターのことを好きなのかよくわかるよ。そして村人から死んだ身内や知り合いが生前の姿のままで出てくるという話を聞き、悪趣味な奴だから出会わないよう気をつけないとフリーレンはこのように答えたね。この時からフェルンの前にハイターが出てくることを分かっていたんだろうね。フェルンが村の人が困っていたと言った時に、フリーレンがフェルンがいいならいいかって言ってたしね。亡くなったはずの大切だった人が目の前に現れた時どんな気持ちになるのか以前経験し分かっていたからな。若い頃知り合いが亡くなるという経験はなかなかなかったけど、年齢を重ねるうちに友人や身内が亡くなっていくよね。亡くなったあの人ともう一度会いたいという気持ちはかなりの人たちが思っていることだよね。ほんとそれよな。もしうちの前に死者の幻影が出るとしたら、お前と共通の知り合いのあの人になっちゃうだろうな。出会ったら久しぶり、ひな元気だった、こんな感じに笑顔で話しかけてくるんだろうなって想像ついちゃう。そっか、私も同じ人かもう一人かどちらかだろうな。たとえ幻影と分かっていても、どちらかが出てきたら少しでも会話したくなるよ。亡くなった人にはもう会えない、それは分かっている。でも仲が良くて好きだった人がもう一度目の前に現れたら、しかも記憶を読み取り実際に存在した人と同じ反応をしてきたら、考えただけでも辛いよね。あんたは秒でアインザームに食われるわ。私も食われそうだけどね。仲良く食われようか。そんな亡くなった人が出てきたらと想像だけでも辛い幻影なのに、戦争孤児で他に親しい人もいないフェルンの前に育ての親であるハイターが現れ、過去の記憶を読み取り話しかけてくる。あなたがいい子でいたから少しだけ化けて出ることにしました。こんなん言われたら打てるわけないやろ。私ならおとなしく食われてるわ。諦めが早いな。フリーレンの前に現れた幻影はヒンメル、前回はフレンベ先生だったみたいだけど、勇者パーティーとのたった10年間の冒険でフリーレンの大切な人が変わったことがわかるよね。原作では描かれてなかったけど、私が変わったとつぶやいたとこで少し微笑んだんだよ。自分が変わっていたことを認識した時、驚きとヒンメルを見れた嬉しさが表情に出たのかもな。そしてヒンメルは撃てと一言放ったな。嫌だ、私はヒンメルを撃てない。お前食われるぞ。私と一緒に仲良く食われよう。フリーレンはヒンメルならそう言うと言い、
魔法を打ち込んで幻影を消し飛ばしたね。そして魔物を倒した後にフェルンの言葉、あれはハイター様の幻影でした。偽物です。これはフリーレンに言ったのではなく自分自身に言い聞かせたんだよ。幻影と分かっていてもハイターを撃ってしまったこと、それでももう少しハイターと話していたかった。このことに対し後悔があったのかもね。だからこそフリーレンは次は本物に会いに行こうと励ましの言葉をかけたのかもしれないな。続いてのエピソードは原作10話、公共流。ついに3人目の仲間であるスタルクの登場回だな。スタルクはアホだけど良い男なのよ。困ってる人を見かけたら助けちゃおう人よしよね。そうなんよ、めっちゃいいやつなんだけど、その前に公共流のお話ね。ナンカスの前で寝てた竜のことよね。そいつのことやね。フェルンに魔法食らって怒って追っかけてきたやつ。その竜が目の前に来た時のフェルンの顔が最高よね。驚きと絶望と焦りと全てが出ていて面白かった。フェルンの恐怖の顔で喜ぶのはやめてもらえんかな。フリーレンも言ってるけど、遠距離攻撃しても竜に追っかけられるから、そのうちやられそうやん。大事な友人であるハイターから預かったでしよ。こんなとこで失いたくないもんね。竜を倒す理由が巣の中にある趣味で集めている魔導書だしな。それにしても竜の登場から魔法を使うシーンも含めアクションシーンに臨場感があったよね。竜が出てきた時もすごい迫力が出ていて、さすが岩沢徹さんがディレクターやってるだけあるわ。岩沢徹さんのことは前の動画で解説しているので、気になる方はぜひご視聴お願いします。そしてここで出てきたのがアイゼンの弟子であるスタルクの名前。フリーレンのいい戦士なのという質問に答えず、スタルクが出てきた後にアイゼンが説明を始めたな。原作もこれと同じ展開なんだけど、いい戦士なのかどうかは読者が考えてくれ、このような意味があったんだよ。人としてはいいやつだけど臆病だし、魔物との戦闘経験はないし、フェルンは見放してるし、読者はこいつ大丈夫かぐらいしか思わないでしょう。フェルンのスタルクを見る目がいいよね。本当のクズって思われてる。アイゼンから説明された内容は、故郷の村が魔族に襲われた時、一人だけ逃げ出した臆病者だ、俺と同じだ、そしてアイゼンの全てを叩き込み誰かのために戦えるやつになったと説明を受けたな。そりゃアイゼンと同じならいい戦士に決まってるよね。10年間もフリーレンと一緒に冒険し、どれだけアイゼンがいい戦士だったの借り返してるんだろうね。その一緒に魔王を倒した仲間の全てを叩き込んでるのよ。誰かのためとは、困っている人のためであり、自分自身が生き残るためでもあり、そして後ろで控えている仲間のためであるんだよね。私だったら仲間にして前衛に欲しいもん。谷にあった謎の割れ目はスタルクの修行の跡だったね。谷をここまで掘ることができる戦士は強いに決まってるでしょう。フリーレンはアイゼンから説明を受けた段階でこれだけ強い戦士とは勝っていたんだろうね。ここで本編は終了し、次回は原作11話「村の英雄」、公共竜との戦いを描くエピソードになるね。やはりアクションシーンの臨場感がすごいし、スタルクのダメダメな雰囲気もよく表現されているし、相変わらず素晴らしいクオリティだよな。今週も素敵で満足できました。それでは本日の動画はここまでです。よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。